ムハンマド・アブドゥル・ワフ・ハーブムハンマド・アブドゥル・ワフ・ハーブは、エジプトの作曲家、歌手、俳優。ムハンマド・アブドゥル・ワフ・ハーブは、20世紀の初頭に、エジプトのカイロで生まれた。幼少期から音楽と演劇に魅せられ、家族の反対を押し切って、劇場で歌を歌った。1926年に、ミュージカル演劇、アントニーとクレオパトラで主役を務めた後、 すぐにミュージカル映画の世界に入った。1930年代から1940年代にかけて、ムハンマド・アブドゥル・ワフ・ハーブはいくつかのミュージカル映画の映画音楽の作曲を手掛けている。ムハンマド・アブドゥル・ワフ・ハーブは、ウンム・クルスム、ファリード・アトラッシュ、アブドゥル・ハリー・ム・ハーフィズと並ぶアラブ音楽の巨匠とされる。ムハンマド・アブドゥル・ワフ・ハーブが、 アラブ音楽にもたらした革新としては、伴奏楽器の拡大と、西洋音楽のリズムメロディーの導入とが挙げられる。ムハンマド・アブドゥル・ワフハーブは、伝統的なタフトアンサンブルに、チェロ、アコーディオン、カスタネット、ピアノなどの楽器を加えた。また、自作曲のリズムに、ワルツ、サンバ、ルンバ、フォックストロットといった、西洋音楽のダンスリズムを採用した。ありがとうございます。